皆さんこんにちは。今回は、本日実装されたルカの解説です。何とルカ、今回は普通に出せました。前回は羅刹に凸してようやく玉ウム凸でしたが、今回は、カフカ出すまでに2凸できて満足です。おら、解説をするんだ。とりあえず、話が複雑になりそうなので、概要から話します。ルカは、敵に劣装を付与して、強化通常でその劣装を強制発動させてダメージを出すキャラ。そして、強化通常は専用スタック、投資が必要となり、通常、スキル、必殺で、投資を貯めて戦うキャラです。それでは、秘技ですね、敵を殴ります。敵単体にダメージと劣装を付与、そして投資を1層獲得します。投資については、最大で4層、2層以上あると通常強化ですが、順次説明します。とりあえず、秘技は敵単体へダメージ、そして劣装付与と投資1層獲得です。劣装ダメージやばくね。続いて普通の通常攻撃です。投資を1層獲得、それ以外は普通です。投資が2層以上あるときは強化通常となります。強化通常では、投資は獲得できません。陣とは違い、SP は回復可能です。そして、敵に付与した劣装を強制発動、さらに人生も2ゲージ分削ることが可能です。ちょっと文字が微妙に重なっていますが、弱点撃破による劣装、ルカの付与した劣装、両方とも強制発動が可能です。一応 EP 回復についても調べておきます。強化攻撃をしても通常攻撃と同じ20しか回復しませんでした。強化通常攻撃に関してですが、投資2層で発動、人生を多く削る。敵に付与されている劣装を強制発動しますが、劣装のダメージ倍率は、テンプレベルに依存します。通常攻撃を上げて上がる部分は、強化通常の素のダメージ部分。そして、SP は回復できます。ルカの付与する劣装は敵の HP 依存だから、基本的には通常攻撃のダメージ自体は期待できなさそう。続いてスキルだな。スキルは単体攻撃で、投資1層獲得、さらに敵に劣装を付与だね。劣装ダメージは敵の最大 HP の 24% 分までが対象、ただしルカの攻撃力に応じてストッパーがかかります。一応物理ダメージバフがのルカ検証してきました。とりあえず、物理バフレイが583。物理バフをつけると609に増えたので、物理バフも参照するようです。ということでまとめるとこんな感じ。昨日の動画では、物理バフ乗らないんじゃないか。みたいなこと言ってたけど、ちゃんと乗りました申し訳ない。ただ、物理バフか攻撃力、どっちを取るか。という簡易計算はこの後します。それでは、必殺技を見ていきます。必殺技についてですが、敵単体ダメージ、そして、ダメージが発生する前に敵の非ダメージアップデバフがかかります。勤労の必殺技と同じ感じで、先にデバフを入れてからダメージ発生。必殺技は投資を2層獲得でき、かなり強いのですが、EP は130必要です。EP 縄がほぼ必須のラインです。まとめるとこんな感じで、EP130、単体、投資2層。非ダメアップのデバフ能力ありって感じ。基礎確率はスキルと同じ 100% だな。67% あれば必中ですね。デバフの継続時間的に3ターン必殺できるのが理想だけど、130EP だとさすがにちょっと辛そうではあるな。最後にテンプの概要。ここまで話してきた投資についてのまとめみたいなもんです。触れてない部分は戦闘開始時の投資1層獲得くらいかな。とりあえず、ルカは劣装を付与して、強化通常で劣装ダメージを強制発動させてダメージを稼ぐキャラだね。昇格については、1個目はスキルに敵のバフ解除能力付与。2個目は投資を獲得するたびに、EP を3回復。3個目は、強化通常を当てた時に追加でダメージが増える。無凸だとあんまり意味はなさそう。貫凸すれば、連撃の回数に応じて誘発劣装ダメージが増えます。貫凸するまでは恩恵は小さそうです。デバフはすべて基礎確率 100% なので、67% が必中ラインです。必殺技も重めで、効果は3ターンと長め。ですので、絶対に効果命中は上げておきたいキャラですね。
カフカと組むならなおさら重要になりそうだね。一応申し訳程度の計算。こちらは無凸です。持続ダメージアップとか、お休みなさいのダメージアップはダメバフで足してます。違ったら訂正版を概要欄に載せるので、チェックしてください。こちらはテンプ8、物理4、ヘルタ2。持続ダメージのみを計算したものです。そして、敵の HP が低いとそもそもダメージが下がるので注意。ですので、持続ダメージ以外を考慮するとお休みの方が多分高そう。そして、攻撃ステータス 3.8% を10回割り振った結果がこちら。獲物だと物理の方が一応高くなるのか。素のダメージも考慮すると獲物は物理バフでいいかも。お休みは、命中を胸につける前提ならダメバフも高いので攻撃優先になりそう。2層だとダメバフ的に持続ダメージ自体は獲物と同じような結果になりそう。凸についてです。1凸は、敵が劣走状態ならよダメージアップ。2凸は、物理弱点の敵にスキルを当てると投資1獲得。物理弱点前提ならスキル通常ループができるね。アスター的な効果。4凸は投資獲得ごとに攻撃アップ。2層残しつつ戦うことになるのかな。貫凸は強化通常のヒット数に応じて劣走ダメージが追加発動。最大で6ヒットだから、最大で 48% になるのかな。相変わらずですが、星4はやっぱり凸進めて使えるって感じかとは思います。ここから異物について。4セットはチャンピオンが良いでしょう。物理バフ、攻撃力アップ、どちらも劣走にも反映されます。他だと物理4がなければ、ガンマン2や、仮想2など、汎用異物でお茶を濁しましょう。2セットは、効果命中が微妙に足りないとかなら生じ。ヘルタより攻撃力下がりますが、デバフが入らないよりはマシ。そして、基本的にはヘルタでいいでしょう。ただ、効果命中のステータスは大事なのでお忘れなく。そして、ルカのビルドについて。効果命中 67% までは効果命中優先でいいと思います。そこから劣走ダメージを上げるなら攻撃。他の火力を上げるなら会心って感じですね。カフカと合わせるなら攻撃でいいと思います。足は速度でいいと思います。弾は攻撃か物理。自分の計算だと高円錐に依存しそうです。縄は EP が良いでしょう。必殺、通常、スキル、通常って想定をしたんですが。計算したら微妙に EP 3足りなかった。2凸が物理弱点のスキル当てると1層追加で取れるので。敵が物理弱点かつ、2凸じゃないとスキル1通常3だと回らないのかな。とりあえず、通常とスキルを交互に打ってれば EP 縄だと。4ターンに1回は確実に必殺技が打てる見込みです。高円錐は基本的にお休みなさいがあればっていう。いつものパターンですかね。あとはクエストもいいと思いますが。勤労と合わせると器用くらいでしょうか。ペラは正直ペラにつけたい感じです。効果命中さえあれば基本的には何つけてもいいと思います。火力目当てなら安定のお休みで。サポートなら決意。特筆すべきものはないかも。カフカモチーフも相性はいいと思いますが、カフカからわざわざルカにつける理由はあんまりないと思います。編成については、基本的にはカフカの編成パーツだね。編成は結構仮編成って感じですが、敵の弱点次第ですかね。そして、物理染め編成。クラーラがいないと耐久面が不安なのでそこは注意ですかね。最低でも銀狼は耐久宿り気にしていないと裏には後半は厳しくなるでしょう。あとは、敵が物理弱点だったらそこに合わせて編成する感じですかね。敵のバフ解除目的でもいいと思います。という感じで、初日の考察動画でした。ルカの異物のステータスは更新される可能性が高いので、情報が出揃ってから本格的にビルドすることをおすすめです。特に敵の最大 HP にダメージは依存するから。敵の最大 HP が低いと、その時点で劣走の効果が落ちてしまうからな難しい。終わります。ご視聴ありがとうございました。さようなら。